皆さんこんにちは、ソータチャンネルへようこそ。はい、ってことで、本日はたった4ステップで、マスターできる回転講座です。一番多かったかな、コメントで、あの回転の解説をしてほしいって。僕の得意技でもあるその場の回転を解説していきたいなと思います。今回はあの右回転でいきます。はい、右側ですね、こっち回りで。ステップ1、ステップ1はまず片足であのちゃんと立てるようにすることですね。この時今、まあ、右回転で回るので左足軸で、回らなくちゃいけません。まず足の向きはまっすぐじゃダメです。まっすぐじゃ外に開きます。多少ね、形で言うと10時の角度に、足を持ってきて、軸っていうのは母子球のあたりが、一番の、床に対するこう軸になってきます。こういう棒がこことこの棒を一本ポクって刺してまっすぐセンター通って頭の先までこう天井にこうグッてこう突き刺す、この感じ、このイメージが回転する上でものすごく大事です。体の軸って自分の思ってるよりも足と足の間に常にいることが多いので、左にしっかりこの軸を、わかりますか、こうやって移動させないと左足軸にならないんですね。回るときに勢いをつけるときに常に左足で立てるように、はい、片足でちゃんと立って、その、まあ、今棒とかあったら棒を使ってまっすぐ鏡があったらねチェックして、練習してみる。これステップ1。次はステップ2。ステップ2は今のこの状態で片足立ちをして足を上げて足をこう前にゆっくり伸ばして、で後ろに回す。これだけやってみましょうか。前に出して後ろに回す。でこの時に大事なのがまずちゃんと足が伸びることですね。足が伸びることと、次この回す時に今僕って股関節を開いてます。こう閉じてないんですね。よくあるのがこれ、今このもう見てもらったと分かると思うんですけど、体の軸がブレブレになっちゃってて回転ができないんです。ちゃんと外に向けて開きながら持ってくる。そうすると股関節と足が全部開くので体がこう広がってくるんですね。この広がりを使って最初の予備運動とか、あとは回転するための足の回し方、これはまあ今上げたバージョンでやったんですけど、これができたら逆に言うと床について回る時も同じことをしてると思ってやってもらえると、いいです。これステップ2。ステップ3いきましょうか。まずじゃあ1回転しています。若干バレー要素強めなんですけど、あの2パターンやっていきたいなと思います。ステップ3はまず足を開いて回して回転する、これが1個。これはさっきの回るとこまでやったんですけど、足を出して回して、次ここから左足を使って、今分かりましたか、バネを使いました。左足に膝が曲がってちゃんとボールに立って1回転しました。ここで膝が少し曲がります。ここでクッションを使ってクッション、ボール、着地、こう来て、3、3、3、はい、この練習、これステップ3の1個目で、2個目がフラットでちゃんと
予備動作の床にちゃんと足がこうついた状態で一回転回る。これよく見る回転ですね。なんで足を上げたパターンで最初説明したかっていうと、さっきの足を上げたパターンでやる練習をしとかないとフラットで回ることもできないからです。基本的に回転はちゃんとバレエの要素を入れて回ってるので、これを崩さないでフラットでもやっていきます。ちゃんと予備動作で、まあ、この場合ちょっとチェックしてるんで、足をこう締めてる状態、締めてバネを使って回る。次、ステップ3が終わったんでステップ4いきます。皆さんがよく見るこれ、これはどうやってやってるかっていうと、まず1回転しますね、うん、これをじゃあ2回転にしてみましょう。その時にどうするかっていうと、一番最初に言った左足軸、この軸を使って上に伸びる時に足をここに絡めます。ここはい、軸を感じながらお腹を引き締めて足を前にかける。はい、この状態であとはこう上がってる状態ね、連続回転をしていきます。正直もう説明はこれぐらいかな、ステップ4で完結できる感じです。うん、あとは気合でいくしかないんですね。はい、こうもう一回実演してみましょうか。はい、こんな感じ。今みたいに回ってる時はちゃんと一本の軸で立つことで、いっぱい回転したい時はそれを保つ体幹の力と軸をどれだけ自分の中で作れるか、これが練習する一つ大事なことかな。僕は回転はもともと得意だったんですけど、なんで得意かっていうとバレートレーニングをやったり、うん、してたから。多分ね、フラットで回るよりも足を上げて回るのが普通にきついと思うんですよ、みんな、うん、でもこれを、難しいけど頑張ってできるとフラットでこう回るときにもっとやりやすくなります。あとは気合なんだよね、結局、うん、あとはメンタル、うん、結構回るときに自分が回んなくちゃいけないってこう頭で感じちゃうと逆にミスります。僕ここで試合でよくあるんですけど、何も考えないで体幹と軸を意識して回るだけの方がいいです。それを無意識に感じられるまで日々練習する。そう、よく回れない時は僕も、一回こう目をつぶって軸を探して、そっから回るようにしてます。うん、これが回るための秘訣かな。うん、まあ、ある程度最初の方に言ったことはちゃんとマストでできるようにしてもらえるといいかなと思います。じゃあ最後に気合の込めた大回転見せていきます。いきます。ミスるかもしれないです。でもこのメンタルが良くないんです、すいません。自分で言ったばっかなの。よし、って感じで、あともうちょっとコメント欄で詳しく聞きたいことがあったら回転講座ね、第2回に開いてもいいかなって思います。こんな感じで今日は締めます。ありがとうございました。